きなこちゃんは今からお迎えに来てもらってついに髪を切りますね、きーちゃんそうですっていう顔してる。なので今日もお掃除から一日ね始めたいと思います。りまちゃん上手に日向ぼっこしてますこれはねきっとねきなこ先生も好きなので、それを見たりやっぱり犬の本能ですかね。気持ちいいね。りまちゃん日向ぼっこ中です。はい、じゃありまちゃん久々の挑戦です。鼻がね長いからか上手。食べてる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 、わあ全部食べてる。リマ早い。リマちゃんすごいね。美味しかった美味しかった。あーすごい。おしまいリマおしまい。はいリマちゃんおいで。はーいいかいいかいいかいいか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 。さてきなこ先生がトリミング行ってるので、リマちゃんはただ寝て待ってます。本当にずっと寝てるね。日向ぼっこしたり、お家で休んだり、いい子にして待ってます。リマちゃんそうじゃなくてお座りしよう。はいリマお座り。はーいいい子。はーいお座りできた。これお座りだよ。はーいいい子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 できたじゃん。これお座り分かった。これお座りお座り。はい待ってお座りやってみよう。いくよお座りお座り。はーい、いい子。はい、きなこちゃんおかえり。おかえりきなこ。あ、リマも来た。おかえりって。あー、きーちゃん。きーちゃん、きーちゃん。あら、また匂いが嫌いで取ろうとしてるのかな。きーちゃん、きーちゃん、どうでした、どうでした。あ、すごい。気合でこのリボンを落とした。ああ、わかった。このゴムが嫌なんだ。わかった、わかった。取ってあげるよ。ちょっと待って。わかった。次からもいいですって言おうか。ね、このゴムが気になるんだ。きな、きなちゃん、見せて。きな、せい、せい。こっち見て。はーい、わかった。この、これが嫌なんだね。はいはい、わかった、わかった。取ってあげるから、ちょっと待って、ちょっと待って。
はい、きなこ先生のアフター動画です。きなちゃん、ちょっと短めにお願いしてもらったけど、なんか本当にアフロだけど本当にアフロだけど、きなこウケる。きなこ先生、あーかわいいよ、かわいいかわいい、なんかふわふわになったじゃん。きーちゃん、ゲーミングから帰ってきた時ってこう足もねふわふわ、ほんとお人形さんみたいだよね。でも体はいつもより短めだね。確かにこの間より短い。頭はふわふわでございます。ひまちゃん来ました。結構ちっちゃいからこの長さ半分ぐらいしか使ってない。今日は私もねシャツだけです。珍しく横浜23度。もうきなこちゃん顔が向かい風がすごいこと。きなこさんいけるかな、行ってみようか。今ゆっくりでいいよ。風ですごい土ぼこりが立って、せっかくねトリミングした後のきなこさんもめちゃめちゃかぶってました。帰ってね念入りに拭かなきゃ。きなこちゃんまたここに乗ってます。このベッド気に入ったね。だってきなこにとってもソファーじゃないよね、これベッドだよね。はい、気持ちいいですか、気持ちいいですか。